ハローアミです。ただいま私は神戸港におります。朝から新幹線で神戸にやってまいりました。というわけで今日は妹のミリと一緒に、はい、ダイヤモンドプリンセス号という大きな豪華客船のクルーズに行ってきます行ってきますというわけでこれから乗船するんですけど、すでに大きすぎて全然画角に収まりません。引きで撮るとこんな感じです。はい、というわけで今回はメディアツアーということで、あのプレスの方々とかと一緒に乗船させていただくので、いつものクルーズよりもミニマムな3泊4日で回っていくんですけど、楽しみですよね。めちゃくちゃ楽しみ初めてだからね。クルーズの旅を動画にしていきたいと思います。私たちは早速入ってお部屋を目指しております。長い廊下よ、長い廊下。あ、通り過ぎてます。通り過ぎてます。私たちのお部屋、顔らしいんだ。え、面白くない？私たちのお部屋です。今これ近づいたから出てきたんだね。あ、近づいただけで開いた。わー、お邪魔しますよ。そんなわけで私たちのお部屋、え、かわいい。え、なんかさ、え、可愛いね。なんか未だにまだ船の中感はないよね。ないね。待って待って、そこを開けてみたら。本当ですよね。なんかこのさ、クラシカルなさ感じすごい好きだわ。わかる、重厚感があるよね。ね。え、そしてじゃあせっかくなので開けます。あ、あのまだ出発はしていないので、ポートターミナル、神戸の街並みいいですね。なんですけどここが海になるってことですね、今後。あ、でもさ、デッキもあって、これはじゃあまた出発したら持ってみましょうか。う、ね、ちょっとこの辺開けてみましょうか。あ、冷蔵庫がある、うんうんうん、ポットとかもありますし、ちょっと洗面所行きます。はい、こちらには大きなクローゼットがございまして、おー、あ、おー、これ船の中なんだね。すごいな。綺麗なハンドソープと、あ、ボディローションあんの嬉しい。歯ブラシ、歯磨き粉はないんで持ってきてくださいねってご案内があったんですけど、お、本当になんかもうシャワー、突然のシャワー、おー、すごいっていう感じのお部屋になっております。鏡がここにドーンってあるから、実際のお部屋よりもすごく、なんだろう、広い感じで気持ちが良いです。はい、そんなわけでですね、ダイヤモンドプリンセス号に乗ったら皆さん漏れなく避難訓練をするそうなんですよ。まあ、やっぱりね、船の上っていう慣れないあれだからなのかな、避難訓練をやるのなんていつぶりでしょうか。そんなわけでちょっと避難訓練までにお食事も済ませてくださいねってことなので、ちょっと軽くあの荷物をばらしたらご飯を食べに行こうと思います。今の時刻は17時となっております。避難訓練を受けました。なんかいわゆるあのヘルメットをかぶって校庭に集合みたいな避難訓練というよりかは、あのこう飛行機に乗る前にこういう説明あるじゃないですか、このライフジャケットを膨らますみたいな、そういうのの説明を聞いて、まあ、船の上での生活が始まるということで、最低限のそういう説明を受けたりして、で夜ご飯の予約をしているので、それに向けて今ちょっとメイクを直したりしておりますそんな感じで軒先のおじいちゃんルックから変身見て、背中がこんなに開いてるんですね。タラジャーモンのドレスで、このストラップの部分がで、こういうワンピースとかドレスを着るとみんなはどうしているんですかというご質問をいただくことが多いので、自ら開示していくと、あのニップレスをつけております
はい。でバッグはですね、オルガバーグっていうバッグで1万円ぐらいで購入したんですけど、こういうなんかこうホテルのディナーとか行くときにすごく便利で、このドレスがキラキラなのでちょっとリンクしてるかなっていう感じですね。そう、なんか初めて今回こういうクルーズに参加するんだけど、今のクルーズってめちゃくちゃすごいんだなっていうことがあって、なんか船内とかでお財布を持ち歩かなくてもこのメダルがあれば何でもお会計できるし、このメダルによって例えばプールサイドでチルしてる時にわざわざこうドリンクを買いに行かなくてもよくて、これを持ってることでアプリでドリンクオーダーしてその席まで持ってきてくださったりとか、あとはこう一緒に来ているそのパートナーがどこにいるかっていうのもこのメダルとアプリが連携しているのでチェックすることができたりして、手ぶらで気軽な気分で船内を歩けるのもすごく良いです。はい、そんなわけで早速ディナーに向かおうと思います。いているというのが非常にシュールです。夜になったのでデッキで涼んでおります。この船上で爆音でいい音楽を聴くっていうこの異空間がたまらないね。たまらない、たまらない、たまらないです。皆さんおはようございます。ただいまの時刻4時56分、ほぼ朝の5時なんですけど、ちょうど朝すっごいなんか何夢と現実の狭間をさまよってる時にめっちゃくちゃビビたる動きを感じて、今ベランダに出てみたら動き出してた船が、今遠くでカモメの鳴き声が聞こえて、聞こえる？机と、椅子とオットマンがあるのでゆっくりできます。おはようございます。あれから2度目してただいまの時刻朝の6時46分なんですけど、今日大阪で天神祭、天神祭りっていうのが行われるみたいで、そのね多分リハーサルの太鼓をの音色で落ちきるっていうこんな感じです。三輪車じゃなくてなんていうんだっけもう少ししたらメイクして朝ごはんに行こうと思います。私たちいつも旅行の時に服をなんとなくリンクさせるようにしてるんですけど、今日は赤で合わせました。もうちょっと分かりやすく服を取ろうね。グッモーニング。グッモーニング。ハローアゲインね。マヌ。マヌ。ハロー。昨日のディナーで仲良くなった店員さんのマヌさんがいらっしゃいましたね。私たちのもうすでに推しになってますね。めっちゃ楽しい。超チャーミングっていうか、うん、ハッピーな人。どのお客さんにもめちゃくちゃ笑かして去っていくっていう、うん、和食もあるね。梅干しいいな。で、あ、シリアルがこんな種類あるよ。卵料理は好みのものを作ってくださいという感じですね。 Can I have soy sauce with
And I bring the base for yes? Yes. なんかまあ船内は日本語を喋れるスタッフさんもいらっしゃるけど、もう本当に外国だよね、うん、だからなんか英語の方がスムーズなこともある。エッテリッシュとクロッサンと What is this? It's oatmeal. フルーツをオーダーしました。ミリさんは卵を頼み、お米を頼み、醤油をオーダーするという日本食まで始めなければ一日はね。どうしたの？オムレツ。サイズ感が。で、船の中にバーがいくつもあるんですけれども、ここもバーですね。ちょっと今朝だから。ショーとかイベントも。確かにステージがある。バーがあって。ちなみになんかあの船が広すぎてめちゃくちゃ迷っちゃうわけなんですが、なんかこういうみたいなのが定期的にあって、ここで何階に何があるかとか自分の部屋がどこかとかが見えるっていう、なんとも現代的な感じになってます。そしてうるわしのロビーでございます。船の上がなんてびっくりでございます。朝ごはんもたっぷり食べたということでジムにやってきました。立派なジムが船の中にある。ヨガウェアも持参いたしております。こんな感じで海を見ながらステッパーだったりランニングマシンができて、こういうワークアウト系のねグッズもすっごく充実してます。ミリさんにピラティスレッスンしつつ自分ピラティスをするという時間にしたいと思います。私今見えてなかったの、あの、あ、本当？口の部分がめちゃくちゃイルカじゃない？海遊館の上にイルカの雲ってすごくない？昼間戦場コーデとなっております。今日は D フォーメーションのワンピースに、これは大阪のヴィンテージショップで前に購入したティファニーのリターントゥティファニーのネックレス2連のものをつけていて、バッグはシャネルのココハンドルを持ってきました。足元はメリッサ、今回靴はこのメリッサのサンダルと、このちょっとランダムに置いてありますがペリーコのパンプスを持ってきております。なんか一応昼間は何を着ていても OK って感じなんですけど、夜はスマートカジュアルだったっけ、ミリさん？そんな感じです。そうだね、スマートカジュアルっていう一応ドレスコードがあるので昼と夜2パターンお洋服を持ってきております。ディナーの場所に着きました。サバティーニというスペシャリティレストランにやってまいりました。このプラス料金かかるけどエビのフレッシュスパゲッティが気になる。
素敵。プリプリのロブスターの弾力がすごすぎて。すごいよ、このさ、絵描きのパレットになってる。あ、本当だ。え、そうだよね。すごいね。私のもすごいデザートが来ました。はい、行きます。せーの。難しかった。せーの。なんかさ、ジュラシックパークのさ、琥珀ですね。あの一番最初のワンのさ、あの琥珀じゃない、あのジュラシックパークの恐竜が生まれる第1話の割と最初の第1話そ続くの恐竜が生まれるし、ごめんなさい、ちょっとあのこんなに切り方してて申し訳ないんですけど、やっとできた。恐竜が生まれました。やります。超濃厚なチョコレートが詰まっている。おはようございます。ご覧ください。右を見れば大海原でございます。ちょっと出てみよう。見渡す限り海しかない。そんなわけで今日は3日目なんですけど、今日はね、1日中海の上航海しているということで、すごい本当に海だ。昨日も夜たくさん食べて、あんまりお腹が空かないねって感じなので、朝は今軽くメイクして、なんかジューススタンドがあるみたいなのでスムージーを飲みに行きたいと思います。ちなみになのですが、お誕生日の方バースデーフルなどと扉にデコレーションがされていたりして、かわいいです。私はスイカ系。こんな風にいろんなイベントが見れるのですが、どうやら今朝はこういうズンバのアクティビティが予定されていたようでした。フレッシュジュースを求めに行ったらズンバ教室がやってたもんで、飛び入り参加してきて、結構めちゃくちゃしっかり汗をかいて、思いがけず朝から有酸素運動が叶いまして、でインスタグラムのストーリーズにこのクルーズの様子を載せてたら、船揺れないんですかっていうご質問を結構いただいたんですけど、今日ずっと海の上にすでにいるわけなのですが、なんかあの小舟に乗った時の細かな揺れはないから、私そういう船に乗る時って絶対酔い止め飲まないとダメなタイプだから、一応今回酔い止め持ってきたんだけど、やっぱりこれくらいの大きい船だと大丈夫だね、私でも。だし全く揺れないかと言われると、大きな揺りかごにってこうなんかなんだ乗ってる感じ。そうだから、この揺れの感覚が狭くないから、ああ酔いづらいんだなと思って、そうなんかすごい心地よく海の上にいるなっていうのをほんのり感じるか感じないかぐらいの揺れですね。で今日は、まあ、天気もいいですし、プールにまだ入れてないので、これからプールに行こうと思います。
船の中にプールが何個もあるんですが、ここは室内プールになってます。さっきよりちょっと浅いプールっぽい、なんかもう華麗なるギャツビーでしか見ないこの感じ。こちらのプールかわいいです。え、深い？あ、分かった、アビ、あっちが浅い、あっちが浅い、あっちに行けば浅い。こちらに、こちらに来ていただいて。体力を全部奪われた。妖怪アイスクリーム女です。チラ見された。いやいや、そんな頭してたっけと思って。はい、そんなわけで私はプールにジャブジャブ入ったので、今メイクも一旦落としてシャワーも浴びて髪も洗って、プールってなんて最高なんだって感じなんですけど、この後のこの動きめんどくさすぎますよね。というわけで、でも今一旦スッキリしました。そんなミリさんは本日投稿するピラティス動画のサムネを作ってくれてます。このもう1年以上かな、私の YouTube のサムネはミリがデザインしてくれてて、まあ、ミリはそういうデザイン系の仕事もしてたり、 そのタロットの占い紹介制でタロットを見てるんですけど、はい、毎日ノートとかでも発信してるので概要欄に貼っておくので、ミリさんのノートもぜひ見てください。本当にもう当たりすぎて、毎日私はめちゃくちゃ頼りにしてるタロットでございます。船の中はメダリオンネットっていう Wi-Fi が通っているので、こんな風に働きながらクルーズを楽しむこともできるという。続きましては、続きましてじゃーん、ちょっと今日はお部屋がいつものアフタヌーンティーのところとは違うみたいなんですけど、これからアフタヌーンティーをしていきたいと思います。ということでちょっとお洋服をこんな感じでアフタヌーンティーを意識してみました。はい、であとバッグの顔は一緒なんですけど、カチューシャはちょっとベロア素材になってて、ザ・バージンズで結構数年前に購入したものです。それでは行きましょう。なんとハーチューさんが偶然一緒だったっていう。はい、一回ボイシーフェスでお会いしたんですよね。そう、久しぶりです。久しぶりです。そう、ボイシーフェス見てるみたいに。確かに見てはないけど。なので今アフタヌーンティーをご一緒してます。ジャパニーズスイーツ、すっごい嬉しい。Can I have this one? でもなんかさ、欲しいものを集めると私茶色くなっちゃうんだよね。あー、きのって撮ったら、何やらすごい異種格闘技感がすごい。そう、なんかアフタヌーンティーの全貌をちょっと撮影用に用意していただいたので、この綺麗な盛り付けバージョンを撮っ
とくとご覧あれでございます。で紅茶はね1種類なんだけどすごい美味しくて、うん、飲みやすい、とても美味しいです。今は公開中なのでショッピングゾーンが解禁されております。ゲストはですか、好きそう、キラキラだわ。スワロフスキーさ、かわいいね。かわいい。こんなのあんのな。え、これめちゃくちゃかわいくない？キラキラだしさ。え、スワロフスキーってこんなかわいいんだ。めちゃめちゃかわいい。いわゆる空港の免税店みたいな。ね。出た。これは私が大好きな映画のキューティーブロンドのエルが愛用しているクリニックハッピーという香水でございます。エルと同じ香りをつけたくて、これのミニサイズは持ってるんだけど、これうちのママ前使ってたよね。懐かしいね、昔。懐かしい。ママの香り。エルの香り。エルとママの香り。ママの香り。アフタヌーンティーを食べたのにですね、甘いものをいただいたらしょっぱいものが食べたくなっちゃって、ラーメンがございまして、ラーメン食べに来ちゃいました。嬉しい。Thank you。Thank you。リルビットスチーム。美味しい。そう。待って、嬉しい、最高。いただきます。これはね、2杯目食べますよ。あ、じゃあこれは2杯目食べますね。うん。すごいよこの図。うん。うん、なんか合成みたい。ラーメンをいただいた後は、なんかおしゃれなバーに今来てるんですけど、ちょっとそれぞれ作業しようと思います。編集をちょっとして楽しみなショーがあるので、それまでお仕事します。トレーディーウィズミーのサムネを作ってもらってます。なんか思いっきり遊ぶとその後仕事がはかどって、結果的にいい循環が生まれるのではっていうのがこの船の中で実感している。夜ご飯も楽しみ。最高だ、美しい。とかなんとかやってるんですけれども、私は今バーにスマホを置いてきた気がするので、ちょっとダッシュで行ってこなきゃ。ダッシュしちゃ悪いかなと思って競歩で船を歩く。Thank you so much! Thank you so much! Yes! Thank you! よかった、優しいウェイターさんがスマホ忘れてたねって言って確保してくれていました。よかった。スマホはちょっと焦るよね。で、この旅で撮ったさ、素敵な写真全部消えるとこだった。というわけで、ディナーに向けて準備もしたいので、また急いで部屋に戻ります。はい。夜仕様です。モノトーンな私たちです。ミリのそのワンピめっちゃ可愛い。ワンピ風にした。ワンピ風にしたのか。あ、確かにさっき借りたスカートじゃん。これはユニクロの、あ、豆とユニクロキャミを、ワンピ風にしてみたぞ。めっちゃ素敵です、可愛い。男の すごい、なんかセットが。はい、今日は Born to be Wild っていうショーを見てきたんですけど、なんかミュージカルって感じだったよね。めちゃくちゃミュージカルだった。ちゃんとセットが そ, う、ね、そして今日は最後の番ということで、今回のメディアツアーご一緒させていただいた皆さんとフェアレルパーティーというかディナーということで、夜ご飯に行ってこようと思います。お守り嬉しい。じゃあ渋いね。音声使わないので自由におしゃべりしてください。そうですね。私の声がめっちゃ入ってる。そうだね。サンタさんの暇そうな話が全国に。Thank you.
ナーの後は今日が船を降りる最後の夜ということでフェアレルパーティーが行われてて、最後の夜みんなで踊ろうっていう謎のパーティーが行われてまして今踊ってました。なんていう大きな船なんでしょう。というわけでまだ踊りに行こうとしてんだよね私たちは。これあれかな、これ現在さ、あ、そうかも。これからね DJ マサによるねアバのアバで踊ろうっていう。すごいすごい。ナイトクラブ、横浜にあと少しの距離という位置におりました。そこに赤レンガ倉庫が見えて、横浜の観覧車と、私いつもこれスイカって呼んでるんですけど、横浜のスイカが見えます。6時13分っていう結構早い、昨日12時まで踊ってたのに朝6時起きっていう陽気なスケジュールでございます。っていうのも今日はですね朝7時50分に下船っていう予定なんですね。はい、そんなわけでそれまでにちょっと朝ごはんを行ってきたいと思います。うかいグルテンフリーだったりとか分かりやすく表記をしていてありがたいです。そのポテト美味しかったよね。リピート。パイナップルとスイカ、あとチーズ入りのスクランブルエッグで、グルテンフリーだよって教えていただいたアプリコットのマフィンかな、なんですけど横は普通のワッフルです。朝食いただきます。カリカリ系だワッフルが。ワッフルがめちゃくちゃ好きなタイプだ。はい、そんなわけであと20分で下船というところなんですけれども、もう3泊4日あっという間でございました。めちゃくちゃ楽しかった。まだまだやりたいことがたくさんあるっていう感じなんですけれども、今回はそのメディアツアーっていう形でご招待いただいたので、まあ、その日程だったんだけれども、あの他には結構こう台湾に降り立ちますとか韓国に降り立ちますとか人気の観光地が挟まったプランがたくさんあるみたいなのよ。で今回初めて船旅して思ったことは、飛行機よりも楽って思いました。なんかだって寝て起きたらその土地に着いてるっていうことがこんなになんかワクワクするんだと思ったし、船旅っていうチョイスありだな今後なんて思っております。でちなみにすごいなんかラグジュアリーな旅な感じだったじゃない。で事実気持ちはすごいラグジュアリーなんだけれども、意外と1泊1万円台から、まあ、時期にもよるけどあるみたいなの。そうで今回はプリンセスプラスっていうあのパックのもので参加させていただいたんだけど、そうするとソフトドリンクを自由に飲めたりだとか、アルコールも1日15杯まで飲めたり、あとはチップもインクルードされているので、こうチップをいちいちお支払いするっていうことがない。あとアフタヌーンティーとかもプランに入ってるので、旅の料金この値段から結果的に増えちゃいましたっていうことがないので、旅しやすいなって思いました。はい、そんなわけでダイヤモンドプリンセス号のプリンセスクルーズ最高でございました。では次の動画でまた皆さんお会いしましょう。肝心なところがそう。それではまたです。